前回に続き、第二次コンラート作戦の解説を始める。続きを始める前に一つ、まず第三装甲軍団の構成について取り上げなければならない。構成において第二次コンラート作戦は9日に開始されたという認識で一致しているが、ヘルマン、ブライト率いる第三装甲軍団の攻撃は第一次、第二次にまたがっており諸説分かれる。とりあえずこの動画では9日以前の攻撃とそれ以降で分割する。1月7日早朝、第三装甲軍団とグスタッフ・ハルトネックの騎兵軍団がソ連軍を包囲すべく、ビスケ方面への攻撃を開始。攻撃開始後すぐさまドイツ軍は第5新鋭空挺師団の防衛線を突破。対戦車砲11門を破壊し225口径を占領した。18時、攻撃を受け第20新鋭狙撃兵軍団は砲兵部隊の再編成を実施、対戦車砲43門、榴弾砲73門、迫撃砲16門が到着。また、確かにこの方面のソ連軍の多くは第 4SS 装甲軍団の攻撃を阻止するため北へ向かったが、第4新鋭軍予備であった第7機械化軍団は未だこの地域に駐在しており、この軍団は T34-63 両、IS25 両、SU85-10 両、SU70-60 両を保有していた。ドイツ軍の攻撃を受け、第3ウクライナ戦線指揮官であったフヨードル・トルブーヒンは反撃を画策。この命令は8日午前10時に出され、第1新鋭機械化旅団と第9新鋭戦車旅団はドイツ軍側面兵同。16時に攻撃の準備がなされたが、反撃部隊が到着していなかったため攻撃は翌日朝に延期。もし予定通り攻撃が行われたら、これは奇襲となったのであろうが、延期されたためドイツ軍は事前に攻撃を察知することになる。8日夜、大雪が降り始め、50メートル先すら見えないほど視界が悪化。9日午前9時30分に準備砲撃が行われたが、20門の砲に対して割り当てられた砲弾はわずか225発。たった3分間の準備砲撃の後、2個旅団がドイツ軍陣地めがけ突進したが、無傷のパックフロントを前に旅団が装備していたシャーマン戦車はいともたやすく撃破される。この日の戦闘は激しく、大雪のため苛烈な近接戦闘が夜まで続いた。さらに騎兵軍団が正午に本格的な戦車攻撃を実施、最終的にドイツ側が軍配を上げ、ソ連側は撤退を余儀なくされる。最終的に2個旅団はこの日の戦闘で戦車46両を喪失、戦死行方不明463名、負傷258名の損害を計上。ドイツ軍はこの後も攻撃を継続し11日にザモリを占領、それ以上の前進は叶わなかった。しかしソ連戦車部隊をこの地域へ引きつけるという目標を達成する。一方、8日の大雪に隠れ、第 5SS 装甲師団のエストランド連隊が第6装甲師団の助けを借り前線より後退。9日夕方までに第96および711歩兵師団と共にエステルゴム南方に集結した。彼らには新たにピリス山地を経由しブダペストへ突入する任務が与えられた。計画は2つに分かれており、1つは第 5SS 装甲師団のエストランド連隊および第1ハンガリー SS 突撃連隊が先陣を切ってピリス山地に突入。道路沿いのソ連軍を掃討し、後続の歩兵師団が山地を制圧する。もう1つは第1装甲連隊指揮官であったエルンスト・フィリップ大佐を指揮官とした戦闘団を編成し、ドナウ川沿いを進撃しブダペストへ突入する計画であった。戦闘団にはハーフトラック6両、戦車突撃砲合計5両、仕様によっては追加で装甲車3両が当てがわれ、兵員は包囲を免れた装甲師団フェルトヘルンハレの残余であった装甲敵団兵2個中隊によって構成された。この攻撃が成功した暁にはエステルゴムに集結した200トンの物資がドナウ川を伝って守備隊へ届けられる予定であった。しかしバルクによって考案され、フザーレンシュトライヒと名付けられたこの作戦は、ソ連側がドナウ川対岸を確保していたことを考慮すると野心的であり、軍団長ギレもフィリップ大佐も成功するなどと考えもしなかった。直訳すると軽騎兵による一撃だが果たして中世の攻城戦のごとく包囲部隊を突破して城内へ突入できるのだろうか。9日、フィリップ戦闘団が出発、しかし攻撃開始直後対岸からの阻止砲火によりすぐさま進撃は停止し、計画は失敗に終わる、ブダペストはウィーンであったが、フィリップはヤン三世ではなかった。一方でドイツ軍右翼は成果を上げる、第711歩兵師団がドボゴクを占領、ゾモールも支配下に置いた。ただ作戦開始直後、ドイツ軍上層部では不穏な空気が流れた、なんとヒトラーと参謀本部は作戦を中止しようとしているのだという。
これを受け南方軍集団司令官エイラーが作戦の継続を要求、最終的にこれは認められ、最高司令部参謀長のエンクが作戦の継続を連絡。ただここで紆余曲折があったためイストラント連隊は10日午後、ようやく攻撃を開始する。攻撃は順調であり、師団参謀が次のように残している。敵は弱く、完全に混乱に陥った。夜中に最初の成功が報告された。捕虜は主にブダペストを包囲中の部隊の視聴隊であった。アルプスの麓のような急峻な地形も、対戦車砲と迫撃砲の射撃も障害にならず、連隊は誰一人失うことなく順調に前進している。11日には連隊はブダペストから21キロ離れたピリセントケレストに突入。最初に村に入ったのはフランツ・ハック中尉であり、彼は後にこの戦功により騎士鉄十字章を授与される。村には捕虜となったドイツ兵がいたが彼は解放され、路獲された車両も戻ってきた。連隊はブダペスト守備隊が脱出した場合に備えて、彼らに物資を迅速に補給できるよう飛行場があったポマーズへの前進を要求。ただ現場の努力とは裏腹に、軍集団の要求により守備隊を脱出させるヨエンクがヒトラーの説得を試みたが、2時間の会談の成果はなく、決定された事項といえば守備隊司令官のイルデンブルック親衛隊大将兵の騎士鉄十字章の授与のみ。ヒトラーは再度攻撃の中止を命令、この電報は11日午後8時20分に軍団長ギレに届く。3時間後にギレは攻撃が進展していることを報告、さらにヒムラーを介してヒトラーを説得しようとしたが全て無駄であった。最終的に12日午後8時に撤退が決定される。この時連隊はブダペストからわずか17キロ先のチョバーンカに到達、彼らは双眼鏡でブダペスト市街地を確認することすらできた。しかし目の前にブダペストがありながら彼らは撤退せざるを得なくなる、こうして第二次コンラート作戦は開始から3日足らずで中止された。ではもし連隊がそのまま進撃を続けた場合どうなるかを考察したい。まずブダペスト守備隊についてだが、12日時点で守備隊はペスト市街の大半を喪失。ただ一部ではまだ抵抗が続いていたため、脱出攻撃を開始する場合彼らをブダに収容し再編成を実施しなければならない。またバルクに対し包囲下にあった第12対空砲連隊指揮官のヤンザ・エリオット大佐は兵站上の理由、及び同盟国ハンガリーへの配慮から守備隊の突破は不可能と伝えている。事実砲以外にはまだ多くのハンガリー師団がドイツ側で戦闘に参加しており、ブダペストを手放した場合彼らの士気に大きな影響を及ぼす。一方で進撃を続けていた第 4SS 装甲軍団に目を向けると、確かに第 5SS 装甲師団はピリス山地を踏破したが第711歩兵師団は山地の総統に手こずっており、第 3SS 装甲師団も戦線右翼の安全を確保できておらず泥具の占領すらできていなかった。また万が一ブダペスト守備隊が突破し軍団と合流できたとしても、数万人をピリス山地経由で撤退させられるかが疑問に残る。もっともヒトラーの目的は守備隊の解放でなかったためそれはありえない話だが。では最後にソ連軍についてだが、山地には第99狙撃兵師団、その南東には第5騎兵軍団が展開していた。ただ急峻な地形と制限された兵力により彼らがドイツ軍の突破を阻止できたかどうかは未知数である。一方でディーシュラハトウムブダペストによると、ブダペストを包囲していたマリノフスキー上級大将は早期占領を成し遂げるために守備隊が脱出できるよう包囲に約1キロの隙間を空けていたという。これが事実かどうかはさておき、ソ連側がドイツ軍の攻撃に対して取った措置は、第二親衛機械化軍団が T-34、3両を増援として送ったのみ。ソ連側が攻撃を軽視したのか、あるいはその意図に気づいていなかったかどうかは不明であるが、天候不順により空軍が活動できなかったことを考慮すると最低限の対策しかしていないことがわかる。ともあれ各方面の現状を確認しても攻撃を継続したところで成功したかどうかは不明である。このためドイツ軍上層部が作戦を中止したことに対してもある程度の理解を示せる。ただ、この中止によりブダペスト守備隊の運命が決定づけられ。